卒業は学校の規定の全課程を修了すること。中には全課程を修了していなくても卒業を授与する。大学も一部ある。保育園、幼稚園については卒園ということが多い。退院期後は入学である。また、卒業したものを卒業生と言い,い、卒業した学校を母校、出身校などという。学校を卒業することは上級学校への入学や、 就職の条件になっていたり、資格を得るために必要なことがある。なお、卒業という語が用いられるのは、学校の使用過程である本家に対してのみである。また、卒業のほかに、終了という用語があるが、終了は、すべての過程において使用される語である。学校を終了せずに去ることは、卒業ではなく、理由に応じて、退学や除籍と呼ばれる。一方、 旧正中学校4年終了後に上級学校に進学した場合のように卒業と同等の扱いを受けることもあった。卒業を記念して行われる行事として卒業式がある。卒業はそれまで生活を共にしてきた友人たちとの別れを意味することが多いため悲しみと共に語られることが多い。一方で新たなる生活のための節目としての意味合いもある。学校により 卒業をするとともに、学士、修士、博士、専門職学位、短期大学士、準学士、専門士、高度専門士など、法令で規定されている学位、または、称号が授与される。大学の学部、学部以外の教育研究上の基本となる組織を、含む、を卒業すると、学士の学位、短期大学を卒業すると、短期大学士の学位が授与される。 大学の大学院を修了すると家庭と条件に応じて修士の学位、博士の学位、専門職学位が授与される。高等専門学校を卒業すると、準学士の称号が付与される。専修学校の専門家庭のうち一定の要件を満たす家庭を卒業すると専門士または高度専門士の称号が付与される。卒業を条件とする資格としては、医師国家試験。 司法試験、教育職員免許状などが有名である。これらのように、国家資格や資格試験においては、規定の学校、学部の卒業や、卒業した後の実務経験を受験の前提条件としたり、卒業した者は試験科目の一部を免除することが行われている。中途退学した学生でも、各校の規定により卒業を後から認定することがある。 明治大学は2004年9月7日に北野武史、2008年7月には阿げよう子にそれぞれ特別卒業認定証を授与した。日本体育大学では3年以上の在籍で100単位以上を取得済みの退学者についてはその後の社会的な活躍や貢献によって特別卒業認定証を授与するという規約の適用を教授会が認めれば卒業となり、 千葉新一は、機械体操部に所属しオリンピック出場を目指すが、怪我により断念し自主退学したものの、2013年3月10日に、特別卒業認定賞第1号として卒業を授与した。2014年3月10日には、前年度の千葉に引き続き、本田大三郎と松木安太郎が同認定で卒業した。また、在学中に死亡した児童に対し、 特別に卒業が認められる場合もある。付属池田小事件では、当事件で死亡した8名の児童に対して、特別に卒業扱いとされた。一方で、高校からの大学への飛び入学のように、学校教育法の制約から、大学入学後の学習実績で高校の卒業を、追認できないために、大学への飛び入学者が、高校卒業の学歴を得られない問題がある。 アメリカ合衆国では、ハーバード大学を中退したビル・ゲイツに、起業家としての業績を認めて、名誉学位を授与した。常磐大学は2007年に、久保田智之を卒業生に準じる、名誉修了生として扱うことにした。正式な卒業ではないため大卒の資格は得ていない。義務教育学校である、小中学校の卒業も、職員会議の議決を経て、 校長が認定することになっているが、引きこもり等で、小中学校に1日も通っておらずに、出席に進む目立つにもかかわらず、小中学校を卒業させるケースがあり、形式卒業と呼ばれる。なお、2003年3月に、埼玉県川口市の公立小学校では、不登校の6年生、児童2人について、校長が責任を持って卒業させられないとして、 卒業認定を留保し、春休みに校長室などで6日間の補修を受けさせ、テストでまずまずの成績だったことを受けて3月31日に卒業を認めた例があった。この措置を行った校長は、小学校終了の力があるかどうかわからないのに、中学校に丸投げするのは無責任と問題提起したい。できれば一緒に卒業させたかったが、 補修に来なければ卒業させない選択肢もあったと取材に答えており、成績不良児童の留年や卒業保留を示唆していた。出席に進み立つによる形式卒業でも、一旦小中学校を卒業した扱いになると、学籍を離れるため、所定の学齢を超えて学習への意欲が生じたとき、個人の学習能力に相応した学校の授業を、 受けることが困難という問題が生じる。シングルの場合、卒業式を目前に控えた1月から3月にリリースされることがほとんどである。歌詞の内容は主に仲間と別れる悲しみや友情が永遠であること、卒業していく先輩を思いした後輩の気持ちなどを卒業していく情景に重ねていくというもので、直接的に学校の卒業を指していないことが多い。しかし、 尾崎豊のように大人への反感を荒々しく歌い上げたものもある。歌の題材となる卒業は主に高校、もしくは中学校に関するものだが、1970年代には大学のものも多く歌われた。楽曲一覧すべて関連作品。詳細については、卒業を個別の詳細については、各項目をそれぞれ参照。学校を去る意味から転じて、卒業を 比喩的に使用し、何かから足を洗うことや、学校以外の組織から去ること、町内会の青年部を卒業し、壮年部に上がる等を表現することもある。国際開発協会や政府開発援助では、以前に援助対象であったが、そこから外れた国を卒業国と呼んでいる。なお、一部では、卒業を解雇や交番や配置転換の言い換えとして使用していると思われる。 例もある。近年、芸能人が出演していた番組を降板したり、所属しているグループなどから、脱退や引退することを、卒業と表現することが増えたが、不祥事やトラブルによって、降板、脱退する場合も一括して、卒業と表現するため、この言葉の使い回しを嫌う者も,も少なくない。ニュースカフェの行った取材結果によると、一般人の約70%が、 卒業という表現を否定的に感じているという、ありがとうございます。